じゃあ今日4組出ますので、ちょっと中休憩というか、そんな感じでちょっと気楽な感じで聞いていただければ幸いです。よろしくお願いします。じんわり溢れ
り溢れる。私今年34歳になるんですが、趣味でギターが好きでですね、いろいろ買っては弾いたり売ったりを繰り返してる感じなんですけども、須賀川で毎週金曜日にライブをやっておりまして、たまにピークアクションさんとかシャープナインさんとかでも少しやらせていただいてる感じなんですけども、島村さんは今日初めてなので、スタッフさんにもなんかこんなね聞いていただいちゃってなんか申し訳ない感じなんですけども、一曲ありますので皆さんも最後までよろしくお願いいたします。少し伸びた前髪をかき上げたその先に見えた緑がかった君の目に映り込んだ僕わずかないろんな言い訳で聞かざって仕方ないと笑っていた。傷つくよりもまだその方がいいよ。気づいたらすぐ過ぎ去ってしまうよ。
まだ何一つも君に伝えきれてないのに。夏の風に君を呼ぶ乾いた声消されぬように溢れそうなこの想いをちぎれそうな暗い叫んでみるんだ。君に Stop.